全部飛んじゃって、あベランダもついとったんだけど、みんな台風で吹っ飛んで、目の前に海が迫り何も遮るものがないため、台風の時など風の影響をもろに受ける旗藤家。これまでに何度も強風の被害を受け、かつて母屋の2階の物干し台が台風で吹き飛ばされてしまったことも。屋根瓦も剥がれてボロボロ、家は水浸しになりました。この瓦はですね、台風対策といいますか防風対策用の瓦です。ちょっと見てもらったら分かるようにフラットな形をしてるんですね。通常の瓦は曲線の瓦なんですが、やはり強風が吹くとですね、煽られやすいということですね、まあ、それをなくしたというのが一つの特徴ですね。なるほど。でもう一点、留め方ですけどもね、瓦を一枚一枚クリップというね、特殊な金物で浮き上がらないようにガチッと留めて、釘をですね何箇所打ってしっかり留めてるので、だいたい50メートル60メートルの風速が来ても瓦が飛ぶようにもないと。なるほど。海辺に住む家族の不安を解消した匠が